はいみなさんこんこにちは教育百貨店と申します今回はですね、各都道府県の塾市場研究シリーズで、栃木編をやっていきたいと思います。参考文献は、私塾会の学習塾白書になります。栃木はですね、東北新幹線を通る宇都宮がありますので、思ったよりも栄えてます。JR 宇都宮から東武宇都宮まで大通りでまっすぐ進むだけなんですが、ここを歩くとですね、まあ、15分から20分くらいかかるんです。 この間に栃木では塾がたくさんあるっていう感じなんですね。では市場を見ていきましょう。まず上から見てですね、アカデミー・カエリン塾・エイシンゼミナールっていうのは栃木を本社に構えている塾でえ、そこに大阪拠点の農会センターと群馬拠点のダブルワスタゼミが乗り込んできているというような状況になっています。 ちなみに、海連塾は、東京、茨城、群馬にもありますので、もしかしたら東京に勤めている塾講師の方は知っているかもしれません。ちなみに、東京にはですね、17校あります。遠心ゼミナールは、宇都宮ではなくて、足利市を拠点にやっている塾で、集団で4教場、個別で5教場を持っています。ちなみに、高校の語学実績は、進学塾、アカデミーが1番です。 栃木では県内トップの宇都宮高校という男子校と、まあ、変な数が1とか2ぐらいしか変わらない、宇都宮女子高校というところの合格実績で、アカデミーと農会センターが争いをしている感じになります。ただ、2022年はアカデミーが宇都宮高校と宇都宮女子高校の合格者数合計で242。 それに対して農会は155名となっています。なのでアカデミーの圧勝なんですけれども、実は2019年はですね、宇都宮高校と宇都宮女子高校の合計の語学数が、アカデミーが181で、農会が169だったことがあったんですよ。差がかなり縮まったっていう過去もあるんですね。今ではアカデミーがかなり引き離したなという感じになっています。 そして、栃木まで行くとですね、なかなかですね、地方拠点にしている塾って、大きな塾が生まれにくいんですよね。それは当たり前ですよね。人口が少ないわけですから。なので、そうすると、どうしても大きい塾ができにくいから、周りにある大きな塾が攻め込んでくるっていう可能性が、まあ、これ証明されていると思うんですね。まず、年賞168億円の農会センター。そして、54億円のダブルバスタゼミ。そして、ここには載ってないんですけれども、 英語ゼミナールも6教授を出しています。これからこのシリーズは地方が多くなってくるので、都心部の塾が乗る機会も多くなるのかなっていうふうに思っています。はい。ではこれですね、東京、神奈川、大阪、千葉、愛知、宮城、北海道、京都、福岡、広島、埼玉、兵庫、栃木が終わりました。えー、都市部はもうすべてやってありますので、概要欄からぜひよかったら見てください。はい。それでは参考になりました方、は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。